さあ、この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは。有吉弘行サンデーナイトドリーマー東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております。アシスタントはデンジャラスのっちとタイマチン3号の関太です。さあ、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースからです。ダチョウ倶楽部史上最大のクルリンパ大作戦。さあ、昨日行われたプロ野球 DeNA 対ヤクルトの試合前にダチョウ倶楽部がゲストとして登場しました。史上最大のクルリンパ大作戦と称し、上島竜兵さんの持ちネタでありますクルリンパをヘルメットが配られた来場者と共に行いました。その後は上島さんの始球式の球を DeNA の関根選手が打つというお約束もあったそうです。なんか珍しく、はい、なんかツイッターとかで見たら盛り上がってたっていう話だったね。珍しく、クルリンパで盛り上がってるなんて久しぶりだろうね。そうですか。でもやっぱお客さん嬉しかったりしないですかね。嬉しかったのかな、クルリンパで。まあ、なんかだんだん自信なくなってきましたけどそれだけ言われると帽子ね、はい、野球帽子だから嬉しかったよね。ね、嬉しかったのかもね。始球式で打たれることもあるんですね、こうね。ちょっとやっぱりお約束やってくれてね、ありがたいよね。その怒ってね、打っちゃダメだっつって怒って、詰め寄ってキスするっていうくだりもあったみたいよ。へえ、はい、ね、空気読んで。ちょっと今さっきビーズのラブファントムの途中にちょっと、はい、ブースを抜けさせてもらいまして、ああ、立ち上がられました ね。ドンコが漏れたんじゃないかっていう疑惑でちょっとああちょっとね抜けたんですよ。なるほど。風腸内環境が悪いもんですからはい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 、おかげさまで、あ、微量でした。あ、まあ微量なら微量は微量でした。ええ、微量でした。問題はないんですけどね。ラブファントムの裏でこんなことがあったんですね。続いてはい、さあ、続きましてのニュースはこちら。ダブルコロンが解散。さあ、2010年の流行語にもなった整いましたという掛け声と即興の謎かけで人気を博したお笑いコンビダブルコロンが3月31日をもって解散したことが明らかとなりました。今後2人ともピン芸人として活動していくそうです。おじさんコンビがね、解散しますから。仲が悪いっていうのもネタにしてましたけどね。そう、ネットにニュースになったり、ね、番組特番で出たり。うそうですね。席ぐらいだと付き合いあんのか、はい、やっぱりライブで会うことはありますね。たまに営業を一緒に行かせてもらったりとか。なるほどね。でもまあやっぱそんなに2人が喋ってるの見たことないやっぱり嘘じゃないんだなっていうのは。はい、まあ、そういうのもあるよね。最近はなんかコンビ仲がみんないいいいっていうグループが多いけど、やっぱその基本は仲が悪いっていうのが定番ですよね。そうですね、定番です、コンビはね。ノスさん、ダブルコロンよりは先輩後輩？一応先輩ですね。あれありましたね、ダブルコロンがオタプロライブ来た時に、はい、俺がのちさんをぶん殴ってたらのちさんが本気で怒って俺の帽子ゴミ箱に捨てるっていう事件の時見てたのがダブルコロンいやそれは怒っていいことだと思うんですよ俺。だから何があったんですか。いやのちさん、はい、のちさんの頭をいっぱい叩いてたのよ、はい、いかげんしろっつって、はい、説教するっていういやのちさんそれもう本当に怒っちゃって、はい、ぶち切れちゃって、はい、楽屋から出てったのよ。こらっって言ってただけだよ。その時、はい、楽屋にいたのがダブルコロン凍えてたよ。そんな繋がりしかなかったんです。なんだここはなんだこの現場はっていう。いや、そういう噂って飛び交いますからね太田プロやっぱヤバいよみたいな話になるんですよ、そういうの一個一個が。そうなの、大きくなって。いや、なりますよやっぱり。他事務所の噂ね。関さん、はい、じゃあね、風と解きましょう。わかりました、はい。風と解きまして、うん、趣味に没頭と解きます、うん、その心は熱が上がるでしょう。うん、セキッチです、うん、さあ、のちトライアスロン。トライアスロン、うん、トライアスロンとかけまして、僕の、うん、生活とかけます、うん、解きますね。解きます、うん、その心は、うん、寝る寝る寝るのちです。一旦ブレイク。スデイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、引き続きニュース、はい、続いてはこのニュースです。
ディカプリオリゾート建設。さあ、俳優のレオナルド・ディカプリオが中米ベリーズの島に環境に優しいリゾートを建設することを明らかにしました。こんなもん俳優でも何でもねえよもうバカ、何リゾートを建設するやつが俳優のわけねえだろお前バカかよ、保険会社な、はい、2018年オープンメイドに、建築会社の社長な、もう建築会社の建築会社社長のにして、はい、すいません、建築会社社長のレオナルド・ディカプリオがベリーズにリゾートを建設することを明らかにしました。入りやすいよね、まあ、そうですね、うん、別荘の価格およそ6億円からおよそ18億円ということでございます。はあ、すごいね。でもすごいですよね、なんかこういう人たちってもうそれお金がうなるほど余ってるじゃない、はい、もう当然、うん、それでこういうことするんだけどさ、またこういうことするとまたこれで儲けるんだよな。はあ、全然損しないよなこの人たちな。うまくできてますね。うまくできてる本当に。だってもう全世界の 1% ぐらいの人がほとんどのお金を持ってるんでしょ。だってなんか言いますよね。ねえ、だからといってじゃあディカプリオそんなリゾート建設するなら貧乏人にお金渡してやってよっていうのは違うしな。うん、それはまた理屈が違うからな。だけどまあちょっともういい加減してほしいなディカプリオ。建築家のね。建築家の。そんな島変えるってすごいですね。いや島買うなんて子供の時なんか夢だったよな。普通暇でしょうがないんじゃない。やっぱりもう金もあるし時間もあるし、使うところがもうなくなってきちゃうんですかね。一周二周しちゃって、だからたまにこのベリーズ行って今どれぐらいできてるって見に行くのが唯一の楽しみだよ。もうかわいそうな人間だよ本当にそう思えばな。そう思いたいですけどね。やることがもうなくなくて、ディカプリオなんてもうすぐ休んじゃうだろう熱があったら。いや7度で休むだろう。7度どころか6度8分で寝込んじゃうなんじゃないですか。寝込んじゃいますよ。いや屋外ではないからやっぱ休んじゃうとは思いますよ、ね、だってディカプリオなんて人に怒られることなんてないだろう。もうディカプリオ怒るやついないだろう。いやもういないと思う。それは嫁さんでもいりゃ多少小言は言うだろうけど、うん、確かにどうなんだろうディカプリオ人生、怒られない人生ちょっと寂しくもありますよね。誰にも怒られないっていうのは。尊敬できる先輩もいるかどうか。もう終わっちゃってんだよ人生。上がっちゃってんじゃんもう人生。上り詰めすぎて。そこだから幸せですね我々。俺らはもう溢れることもないし。幸せだ。クソ食べたいおしっこ飲みたいっつってるんだから。それだけ尽きないじゃんやっぱり我々の趣味っていうのは。ある意味じゃ幸せなんですね、まあ、僕たちはね。もうそう思えばもう嫌なこと一個もないですね。ない。捨てるとこない人生に。以上今週のニュースでした。